はい、こんにちは、カフワです。今日は業務スーパーのコーヒー豆を見ていきたいと思います。最近テレビでもよく業務スーパーの特集が組まれていて、コスパの高い食品が数多く紹介されていますよね。僕もふと買い物に行った際にコーヒー豆のコーナーがあって、このコーヒー豆が販売されているのを知りました。で、値段を見たら 400g 約500円ということで、え、安っ、どんな味なんだろうと思い、今回ブラジル&コロンビアとモカブレンドそれぞれ購入してきたので、豆の状態や味の比較をしていきたいと思います。まずは簡単にそれぞれの豆の特徴を紹介していきます。まずはこの白色のパッケージ、ラグジュアリッチコーヒー、アラビカ豆 100% のコーヒーとなっています。ブラジルとコロンビアのブレンドです。商品の紹介には苦味と酸味のバランスが良い王道のブレンドと書いてあります。商品紹介の横のグラフでは苦味とコクが高くなっています。続いてこの赤色のパッケージ、ラグジュアリッチコーヒー、これがモカブレンドとなっています。こちらもアラビカ 100% で、こっちはブラジルとエチオピアの豆を使用したブレンドです。モカブレンドということで、フルーツのような甘みとコクで紅茶を彷彿とさせる風味が特徴のようです。フルーツのような甘み、中和さですかね。商品紹介の横のグラフでは香り、甘み、酸味が高くなっています。では早速開封していきたいと思います。まずは白色のパッケージ、ラグジュアリッチのブラジル&コロンビアから開けていきます。うん、だいぶ香りは香ばしい香りがします。豆の色はかなり深く、パッケージにもあるようにハイローストとなっています。次に欠点豆の割合を測っていこうと思います。ちょっと 400g で量が多いので 100g 測って、そのうちの欠点豆の比率を見ていこうと思います。こんな感じで割れてる豆や焦げてる豆、欠けてる豆を欠点豆としてピックしました。この欠点豆の重さを測っていきます。はい、こんな感じでコーヒー豆 100g に対して 7.2g の欠点豆が出てきました。欠点豆の割合が約 7% ということになっています。次はこの赤色のパッケージ、モカブレンドを開けていきます。コロンビアのブレンドとそこまで匂いは、あ、でも色が綺麗かな。こちらがモカブレンドです。さっきのコロンビアのブレンドと比べると若干入りが浅くハイローストとなっています。では先ほどと同じようにこのモカブレンドも欠点豆を測っていきたいと思います。はい、今モカブレンドの欠点豆もピックしました。重さを測っていきたいと思います。今 100g のモカブレンドに対しての欠点豆が 5.5g ということになっています。はい、というわけで今、ラグジュアリッチコーヒーのコロンビアブレンドとモカブレンドの欠点豆をハンドピックしていきました。ブラジル&コロンビアブレンドが 7.2g の欠点豆、モカブレンドが 5.5g の欠点豆が出てきました。いずれのコーヒー豆も 10% 未満の欠点豆というところで、この価格帯にしてはかなり欠点豆は少ないと思います。でもちろん素人のハンドピックなので、厳密に探せばもっと欠点豆は出てくるのかもしれませんが、それでも少ない印象を受けました。こんな感じで割れてる豆、焦げてる豆などをちょっと手でハンドピックするだけでもちょっと味は変わってくるので、もし少しでも美味しく飲みたい方がいたら、こういったハンドピックすることをおすすめします。では実際にモカブレンドとブラジル&コロンビアの豆を飲んでいきたいと思います。ちなみにレシピは商品パッケージの裏に書いてあった美味しい入れ方に沿って入れていこうと思います。豆 12g に対してお湯が 150g、 このレシピでいきます。ちなみにおすすめは中細挽きだそうです。
はい、では今実際に抽出が終わりましたので、それぞれ味の比較をしていきたいと思います。まずは白いパッケージのブラジル&コロンビアから飲んでいきます。すごい深入りっていう感じの匂いで、うん、うん、ガツンと系だ。だいぶ苦味が強い味と思います。苦味と酸味のバランスが良くと書いてありますが、結構苦味の方が来てるかなという感じです。でもうまいな。なんかネルドリップとかに入れても美味しい深入りの味です。あ、若干後から甘みも来るので、牛乳と割って飲んだりしてもいいかもしれません。続いてはこちら赤いパッケージのモカブレンド飲んでいきます。おお、すごい。こっちは香りからしてもちょっと爽やかな印象を感じます。うん、こっちの方がバランスよく感じるけどな。全然美味しいじゃん。普段浅入りのコーヒーを飲み慣れているので、フルーツのような爽やかな味わいというところまではいかないものの、コーヒーの苦味を感じつつもしっかりと酸味甘みが後からふわっとくるような印象があります。今回業務スーパーのブラジル&コロンビアの豆モカブレンドの味の特徴と飲み比べをしていきました。でこういったスーパーで売られている豆って、やっぱり基本的に欠点豆が多かったり、豆の品質が悪いイメージがありました。でも今回欠点豆を実際にハンドピックしていって、まあ、100g 単位ではありますが、モカブレンドに関しては 5.5g、 ブラジル&コロンビアに関しては 7.4g の欠点豆というところで、欠点豆もそこまで多くはなく、まあ、豆の品質もいいなという印象を受けました。で味の感想としては、この白色のパッケージブラジル&コロンビアがもう苦めのコーヒーですね。ザ・コーヒーといった王道の味わいです。ガツンとくるようなコーヒーが飲みたい方や、普段ミルクと合わせて飲んでいるような方は、こちらの白いパッケージブラジル&コロンビアおすすめします。反対にこの赤色のパッケージのモカブレンドに関しては、コーヒーの味はしつつも鼻を抜けるような爽やかな味わいですとか香りを感じることができました。浅入りほど酸っぱいコーヒーではないので、苦すぎるコーヒーが苦手な方や爽やかにリフレッシュをしたい方などは、こっちのモカブレンドの方がおすすめです。いずれにせよ 400g 500円というコストパフォーマンスの高さに驚きました。コストコなんかでもコスパのいい豆は買えるのですが、 800g で1000いくらであったり、結構一人で暮らしている方にはなかなかサイクルを回すのが難しい量であったりするので、ちょうどいい大きさでなおかつ安い値段で買える業務スーパーのコーヒー豆、非常に驚きました。それでいて安くても結構美味しいコーヒーが飲めるので、リピートしようかなというふうに思ってます。普段使いのコーヒーなんかに特におすすめですね。気兼ねなく飲めます。業務スーパーのコーヒー豆は今回は2種類を飲み比べたわけですが、他にもなんかキリンの絵が描いてあるパッケージとかいくつかあったので、もし別の味も気になるって方、僕の動画でどんな味か知りたいって方がいたらコメントお待ちしております。はい、というわけで今回の動画はここで終わります。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、チャンネル登録の方お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。